イエレン財務長官は8日、1兆9000億ドル規模の追加対策によって、来年には完全雇用を回復するとの予測を明らかにしました。イエレン氏は MSNBC とのインタビューで、経済対策はアメリカ経済が力強く回復するためのエネルギーになると強調した上で、順調に進めば、 来年にはコロナ危機前の完全雇用の状態に回復していると予測しました一部修正され上院を通過した追加対策案は今週中に下院で再び可決される見通しでバイデン大統領の署名を経て成立します